ミドルクラスロードスポーツモデルの、ホンダ CBR650R のインプレッションいきたいと思います。フロントマスクはですね、 CBR1000WR を彷彿させるようなマスクになっておりますね。はい、フロントフォーク、倒立性のフォークになっております。またね、ブレーキはですね、ダブルディスクの310倍フローティングディスクとなっており、キャリパーはですね、日清製のラジアルマウントキャリパーとなっていますね。 ABS 標準装備になっています。それとですね、マスの集中化を図るためにですね、このマスターキーシリンダーがですね、ヘッドパイプの内側に入っているんですね。それとあとテールなんですけども、非常に、テールも短いです。マスの集中化を図ることによってですね、ハンドリングの運動性能が良くなりますね。ではまたがってみたいと思います。またがった感じですね、もう非常に足つきいいですね。べったり足つきます。で、あのハンドルのポジションですね、まあ低すぎるですね、まあサーキット走行もいけるし、ツーリングでも、いけるような、そんな、まあ楽なポジションですね。ステップなんですけども、非常に楽な感じですね。あまり高すぎずに、それと足つきがいいのでですね、まあ女性の方にも、楽なんじゃないかなと思います。ではですね、サーキットを走った、インプレッションなんですけども、まずね、走り出して、まあ、エンジン、インライン4650、非常にですね、以前のモデルに比べると、高回転域まで、気持ちよく吹き上がる、そんな印象ですね。でブレーキの方もですね、全く問題なく、ブレーキングしても、しっかり止まってくれますね。またセレクタブルトルクコントロールシステムがついていることによって、まあね、あの滑りやすい路面とかでも安心して、アクセル開けても大丈夫、そんな感じですね。那須モータースポーツランドはですね、低速コーナーが多いんですけども、非常にね、旋回性も良くってですね、コーナリング性能も良かったですね。またね、あのエンジンなんですけども、CB650 と比較したんですけども、動力性能は全く一緒なんですけども、この CBR650R の方がですね、ラムエアが効くことによってですね、高回転で非常にエンジンのパワーが出てる、そんな印象でした。同じギアレシオなんだけども、 CBR650R の方が吹き上がる、ね、回転域が多いんで、全然違うエンジンに変わりました。あとクラッチなんですけども、スリッパークラッチがついておりまして、これがですね、シフトダウン、ね、2速から1速に落とした時に煽らなくてもスムーズにつながってくれたんで、非常に走りやすかったですね。サーキット走ってもですね、思いっきり走れる、ね、あのスポーツモデルですし、かといってですね、まあ、ポジションもですね、そんなにきついポジションではないので、ツーリングにも、使えるなって、まあ、誰にでも使えるような、そんな、印象ですね。またね、足つきとかもいいんで、女性のライダーにもおすすめできますね。